間一髪か。伝説の兵器は見つかったのじゃな。もはや一時の猶予もない。すぐにその力を使うのじゃ。はい。行くわよ。ああ。伝説の兵器がこんな代物だとはな。すごい武器かもと期待していたんだが。私も密かに楽しみにしていました。ですがこれはさすがに売れませんね。敵の勢いも弱まったようじゃな。残すはあの巨大な魔物だけよ。デカブツのお出ましだね。本陣に近づく前にぶっ倒すよ。大きい魔物同士の戦いだね。よし、我が輩のアドバイスに従うのだ。敵の大ぶりな攻撃には防御だ。防御して攻撃を弾けば隙ができるぞ。攻撃せず、少し離れて間接的に攻撃するのだ。
を吐くとは卑怯なり。炎は防御では防げないのだ。炎を吐こうとしたら急いで近づき、ぶん殴って止めてしまえ。